あいみょんが、ニューアルバム、瞳へ落ちるよレコードの制作エピソードや曲作りについて語った。あいみょんが登場したのは、J-Wave で放送中の番組、JK レディオ、東京ユナイテッド、ナビゲーター、ションカビラのワンコーナー、ザ・ヒドゥンストーリー。オンエアは9月2日、金曜日。常に曲を作っている。8月17日、あいみょんは4枚目のフルアルバム、瞳へ落ちるよレコードをリリースした。4月に放送されたドラマ、恋なんて、本気でやってどうするの、カンテレ、フジテレビ系の主題歌、初恋が泣いている、や、2021年に放送されたドラマ、コントが始まる、日本テレビ系の主題歌、愛を知るまでは、など全13曲入り。あいみょん、基本的に、アルバムやシングルを出すから曲を作るぞっていうのは全くなくて、アルバムのために書き下ろすぞ、とかはあまりないですね。常に曲を作っている感じなので。たまに、あいみょん、変わっちゃったね、って言われるんですけど、この曲、マリーゴールド、と同じ時期に書いてるんやけど、って思いながら、すっごい嫌なやつになってます。私が、変わってないぞ、みたいな。アルバムには、妖艶な男女の関係を歌った楽曲、スーパーガールが収録されている。あいみょん、たまたま出てきたメロディーと言葉がちょっと高妖艶というか、良くない男女の関係を歌う曲になっていったんですよ。キーが高くて B メロは裏声で歌わなきゃいけないとか、結構自分の歌のテクニックをフル稼働しなきゃいけない曲になっています。B メロのファルセットからサビに向かっていくところで裏声から地声へ自然に変えていかなきゃいけなくて、一瞬、なんでこんな曲作ったんだろう、って自分で自分に思うこともあるんですけど、私が曲を作っている時にそういう歌い方で作ってしまってたので、そこがいかに滑らかに境目がないように歌うかは結構大事にしていて、ライブの時はすごく腹筋に力を入れて裏声を出しているので、ぜひ聴いてみてください。バル、宅配ボックスの暗証番号を楽曲タイトルに、あいみょんがある出来事を歌にした楽曲は6曲目の3636だった。あいみょん、自分の曲は、基本的には私の憧れか、自分の未体験が半分半分かどっちかなんですけど、3636も自分の未体験と憧れが半分半分になっています。実際に宅配ボックスが開かなくなってしまった出来事がきっかけで書きました。3636はいつも預けていた宅配ボックスの暗証番号だったんですけど、なんか頭の中に、あの時宅配ボックスが開かなかったの、なんか気になるなぁ、ってずっと残っていて、それで曲にしたいなって思いました。忘れられない出来事として残ってて、あ、自分はこれを曲にしたいんやな、って気づくと言いますか。ジョン・カビラはアルバムの中でユニークな歌詞として9曲目、ペルソナの記憶を挙げた。